ハピセラ TV。 いきなりマックス。いきなりマックスだ。いきなりマックス。面白い。これだったら大丈夫。これだったらいいじゃん。弱、弱い。うん、あ、よかったよかった。あ、でも音もしない、うん、そんなに。あ、これで今すっごい見て、これすっごい綺麗にフラットなんで。だからこれをしばらくこの状態に持っていくと自然に取れていくという。先生これ今回お値段は欲しくない、家に欲しくない。あの腰痛い時に自分で実験してやったら結構取れるね。うん、めっちゃいい。ね、自然に取れるんで、うん、でもそこの団体の考えがあって、乗って HSTI。HSTI 完全生態法ってネットで調べると多分出てくると、まあ潰れてない限り多分あると思うんだけど、あの考え方が面白くて、触診がねとにかくね細かいんですよ。もう一個一個肋骨も前から全部一個見て、で肋骨の歪み、頭の歪み、それをねパパパッと神業さんのようにみんなね見るわけですよ。それがもう達人レベルになると本当にねすごい先生いた。その中の私が今まで出会った中の神業の一人がその団体の中の先生でしたね。もうとにかく早い触診がパッ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 、あと背中側も、あの背中側の背骨とかもパッ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 ってね、あ、ここでこっちってね、あ、これ L5 が LP 愛してねとかね、例えばねパッ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 ってやっちゃうわけです。それはすげえと思って、でパッパッパッと戻す方向にこう歪みをこう戻すみたいな、うん、っていう団体で、そこで面白かったのが、これね結構みんなにもためになるよって言っちゃっていいのかなぐらいな感じなんだけど、そこの団体はあの盆栽、前も言わなかったっけ、盆栽、あのね盆栽のこの絵があって、盆栽ってこうねじれを作るときにどうしますかっていう話で、体も一緒でねじれてるじゃん、ゆみちゃん。ねじれてるのを戻すにはどうしたらいいですかって言ったら、盆栽の場合は針金とかで固定するわけじゃん、こっちにねじれたかったら、うん、ギュッと、うん、それを押さえとくっていうことが大事、うん、押さえとくと戻らなくなるじゃん、うんうん、だから体も一緒でこういうふうにしばらく押さえとくというか、歪みをこう戻す方向にキープしてあげると戻りづらくなるわけですよ、うんうん、でもこのままではあのまたね戻っちゃうんだけど、それはなぜかというとやっぱ筋力の関係とか、あと普段のね自分の姿勢とかさあるわけじゃん。それでまた戻りやすいんだけど、でもこれしっかりやると、私もね右足上で足組む癖があるんだけど、これしっかり受けた時電車乗ってたら足組みたくなくなってて、足組む方が辛い、辛いの。あ、これ本当に理にかなってるなと思って、そこの団体で一時期勉強してた。うん、これね結構私の中でも衝撃的で、うんうん、あれ私の施術にも結構使ってます、うん、あのほぼ治療系ですね。治療系だから、例えば腰椎ヘルニア、頸椎ヘルニアとか、まあそういう系のやつはその意味で施術してる感じで。どう言うんちゃう、あとまだ動いてる、音聞こえます、うん、聞こえない、それよく慣れてくる、慣れてくる。すごい聞いたぞ。ゆいちゃんいじめるな。ダメか。でも音は来るね、うんうん、はい、じゃあ交代してみようか、うん、見て受けて、うん、ちなみにここの団体は、うん、あのこれの他にもう一個歪みを押さえとく機械があります。うちにも持ってるんだけど、押さえとく、押さえとく、歪み、さっき言った盆栽と一緒の考えで、うん、歪んでるとこを戻す方向に押さえとく、まあシーンという機械がある、うん、それはねちょっと大きい、ちなみにそれはこれセット30万とか、うん、して買ったのかし、うん、でもそれお客さんのところに運んで一時期やってた時期あるから、あ、すごい、機械ごと、うん、なんだっけな、ちょっと症状重い人で、あー、パーキンソンだ、パーキンソンの病の人がいて、うん、でもさっき言った私の言ってた神業の人は、うん、あの相談したの、一回セミナー行った時に、うんうんうん、パーキンソンの人がいて、ちょっと若くてまだなんとかなりませんかね、うん、今までパーキンソンの人いましたかって言ったら、何人もいますよって言って、とか言って、あの難病を、うん、その先生は自信満々に、すごい、こうして、あして、あしてって言って、
え、本当に溶けるんですかって、え、大体週1ペースで、でも半年ぐらいはかかったような気がするけど、それでも取れたってことがすごくない？すごい。何秒だよ？でそういうこと言っちゃ、だって動画じゃ本当はダメだぐらいだよ。ガンが治せますとかさ。でもちゃうそう、その辺は、その人はガンのことも、その同じようなこと言ってたんで、歪みが整うことによって、もう全ての神経の通りが良くなって、自然治癒力マックスになって、治っていくわけよ。これ見ない人全員行っちゃうよ、その学校スクールに。いや、でももう、一時期すごい流行ってたけど、多分。今ホームページ見たら、あった、あの施術所一覧とか載ってたから。ああ、じゃああれなんだろうね。でもそこの会員とか協会に入ってないと、その団体を多分名乗れないよね。あ、まあまあまあ、そうですよね。その名前で整体院開いてる人もいるんで。うんうんうん、そんな感じだろう。うんうん、私はあのセミナーとか行くとき必ずその団体は何を言いたいか、どういうことの、あの、うんうんうん、理屈だけ欲しいわけですよ、うんうん、それを自分のが自分の型があるんで、それにちょっと埋め込んでみたいな感じ、うん、そこにどっぷり浸かることがないから、うん、そこの教会に入ることから一切ないわけよ、うん、どこのセミナー行っても、うん、あ、っていうか見てネクスト、え、嘘、今の一瞬でなった、なってます、こうやって立つ癖があるんですけど、え、なんだ、もう一回やって、そう、こうやって立ってるんですけど、癖で、うんうん、今、キュッてなって、戻ってる、戻ってるたかが2、3、5分ぐらいか、今、うん、それって効果があるってこと、確かに、私もいつも運転とかするからこうなってるんだよね、いつもね、うん、こういう感じで、それ覚えておけばいいんだよね、あ、そうそう、うん、そう、その感じを覚えておいて、うん、はい、今、ちらっと見たけど、画像めっちゃ明るくね、え、綺麗な、あ、綺麗、あ、大丈夫、うん、大丈夫な感じ、うん、うん、はい、じゃあ背中へミキティ、うん、これね、触診するとき覚えておいて、ミキティ今首向けたじゃん、左にそうするとね、まっすぐ触診できないわけですよ変わるからね、こうしたら背骨はごめんね、だからまっすぐした状態で、ユミちゃんと違ってミキティは背中ではフラットです。なので骨盤を見ましょう、しっかり骨盤、例えば前側、うん、あ、もうね、当たりが右の方が強いんですよ、ということは右が前に行ってます、前の A さ S、 ここの骨、うん、これ当たりやすいです、こっちの方が、こっちの方が薄い、ああ、なるほど、うん、まあ、座骨、ゆみちゃん、このも教わったでしょ、教えたでしょ、この整体教室、ここの、うん、もう右の方が硬いですよ、この動き、押せない、だからこういっちゃってるってこと、わかる、骨盤がこういっちゃってるから、ここ当たりやすいんだ、座骨が上行ってるってこと、情報に似てるんだ、こう戻したいんだ、だからこっちは上に上げたいわけ、うん、これで戻る方向、うん、OK、じゃあ入れるよ、確かにくすぐったそうな気配が気配がまだ出ないのよし、こんなにじれったく入れるわけじゃないもっとサクってやるんだけど、もうな、忘れちゃってるこうやってやってることが気持ち悪いじゃん、うわー、なんか私昨日すごい食べ過ぎたんでお腹痛いめっちゃ動いてるし、動いてる、いや動いてるってか音が変化してくる、うん、動くと音変化する、あ、そっか、ちょっと動いてみて、そうそう、うん、そうそうそう変化する、これちょっと置いときましょう、うんうん、背中はね逆にこっち行っちゃってるんだけど今背中見ておなら、おならしてるみたいじゃん、ちょっと音取ってこれ、ね、こういう、でもマックスで大丈夫だ、わざと今あ、そうマックスでやったらどうなのかなと、最初からマックスにしたんだけど、ちっちゃいと、私左だったらダメだったかも、左くすぐって上がりだから、で、これが中、うーん、これでちょうどいいぐらいでしょ、俺で確か中ぐらいがちょうどよかった、うん、これだとね、当たりがちょっとよ、超音波的な感じ、そう、超音波的にちょっと弱くな、うん、弱いイメージなんで、うん、だいたい中だったよ、うんうんうん、やられてる感じ、うん、うん、お腹いっぱいなのも治るかなそれは治りませんすごい、でも骨のそんな食べたんだ、いや、すぐちょっと死ぬほど食べた、死ぬことなんか食べ放題みたいな、いや違う違う、なんか家でなんかよりどり3パック980円っていう、うん、めっちゃいい肉を、うん、なんかトモ三角みたいないい肉をと、なんだっけあれ、ニンニクの芽が炒めてある、もう炒めるだけのやつ買ったら、
美味しすぎて美味しすぎて、酒飲みながら、そう、昨日は飲まなかった、あ、飲まな、最近ね、飲まないで、炭酸レモン水を飲む日がある、あ、俺ね最近炭酸好きで、お茶とかを日頃、あの何もない時昼間飲んでんだけど、最近ね炭酸水飲んで、え、炭酸水作るやつあるじゃん、あれ欲しくない？欲しいね、欲しいよね、あ、あるよね、あるよね、あれ超いいらしいよ、あれ水から作るの炭酸水って、そうだよね、えめっちゃ欲しい、炭酸結構買ってるから、じゃあそれの方がいいかも、そうだよ、そう、あれがね冷たくてシャーって言ってさ、あと無糖じゃん、何にも入ってないから、うん、いいんだよね、うん、ちょっとねあのシュワがね満腹感を抑えるっていうか、うん、そう最近だから俺ダイエットしたのは、うん、それも一つ役に立ってた、うん、コロナ太り5キロ落としました、すごい、うん、ちょっと首出てきました少し、すごい、うん、でもね大人になると炭水化物をだいぶ抜くと体重が落ちるんだよね、でもみんな言うけど腹が落ちにくいのよ、俺腹が半まだね、腹だけはね最初よりは減ったけど、うん、あのちょっとあるのよまだ、だからここはね脂質とか糖質を抑えていかないと、そこまでやってちょっとまたおっさん美ボディにしよう、やっぱね大人になってもさ、うん、おっさんになってもさ、うん、元気にいるためにはさこの 4,50 代でさしっかり体作んないと自分の足で歩けないよね、あ、年取った時に、ね、でもその運動が嫌いなんだよみんなね基本的にね、どうしたらいいんだろう嫌いな人ってね、で最近思ったら、ね、うん、で私さ やろうと思っても続かないの、うん、どう、あでも言ってたなんかね宝塚でも、うん、あの結構いいとこまでやってた方が、うん、言っちゃうと分かっちゃいそうだからないんだけど、うん、お店来てくれてる方がいて、うん、その人が言ってたけど、そのプロでさえ今教える仕事してんだけど、うん、自分がやりに行くレッスンの機会はお金払って作ってるんですって、やっぱ、ね、だから自分でやるのはなんかプロでさえそうなんだから難しいわなと思った、うん、だからうちらはセラピストなんだ、うん、俺はお客さんの見本にならないといけないわけだ、そう、自分がなんか不摂生でさ、うん、だね、覇気がないようなタイプでいいな人にやってほしいと思わないよね、うん、なんかね骨のあたりちょっと変わってきた気がする、ごめん変わってきた気がする、うん、あ、違う、なんかなんつうの、さっきは角が当たってた感じから和らいできた気がする、ああ、うん、まあでもそれぐらいで多分いいんだと思う、あ、違う違う、良くなってきてるのかなと思って、あ、今ね、もしかして、うんうん、当たりが変わってきた、うん、うん、そうなのよね、うん、まあでもミッキーでもマックスでいけちゃうな、うん、あ、ここも、あ、あでも若干、じゃ結構変な歪み方してるんですよ、あ、多分そうだと思う、首もそうだけど、めんどくさい歪み系だ、めんどくさい、あ、でもなんかお腹いっぱいなの、心なしちょっと落ち着いてきた、心なし、心なし、振動効果、振動効果、あ、なるほどね、ビーって、超快、超快、すごい満腹感がすごかったんですよ昨日から、あ、うん、どこ的にも5分ぐらいかね、ね、もっと経ってない、もっと経ってる、8分ぐらい経ってる、8分ぐらいかっていうか、取りっぱなしだから何か分かんない、うん、よし、よし、じゃあ外す、で、どうなってるかチェック、うん、おお。でね、これ一回こう揺らした方がいいですよ、おお、うん。SOT とかこの団体とかもこう一回やった後にこう揺らす、うん、で、こう歪みっていうかあれ、ね、チェックまたする際にう、うん、揺らすと、うんうん、ここはね、フラットなんだよね、で、当たり、ほら、もう、うん、逆に左の方が前に感じる、あたりがここが、うん、こっちの方が隙間があって、うんうんうん、こっちの方が強く当たる、あ、もう全然やらないです、うんうん、ちょっとジャミキティ立って感じをちょっと、うん、自分の分かんない、分かる、でもなんかまっすぐな気がす る, 気がする、今立ちくらみがすごいなんかここが軽くなってるよね、うん、やった後ね、うん、それさっき由美ちゃん言ってたのそういうことだよね、あ、そういうこと、うん、なんかスッて起き上がってる感じ、うん、じゃあ俺もちょっと若干やろう、右はこういう感じ、うん、こういう感じね、うん、左はもうそもそもこういう感じなわけこれだけ違うわけ、はい、
お、だから両方同じぐらい感じだったじゃん、うん、少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。